それでは小林優香選手にお話を伺っていきます2年連続グランプリ出場おめでとうございますありがとうございます今のお気持ちはいかがですかそうですね今年こそはという気持ちで今あの必死に練習しています去年のグランプリでは一番人気三着悔しい涙も流れていましたねそうですね本当にメンタル的に負けたなっていう部分がすごく大きくて本当に悔しかったんですけど まあその負けのおかげで今があると思っているので頑張りたいですその分、今年1年の快進撃素晴らしかったですね、ご自身ではいかがででしょうそうそすね、まあ、前半は良かったとして後半が取りこぼしがすごく多いので本当に悔いが残りますけどまあグランプリ前にあのこのままじゃダメだって神様が教えてくれているような気がするのでしっかり自分でレース作って頑張りたいです。内容としては デ105戦で100勝達成、これはすごい成績だと思うんですが、いかがですかそうですね、まあ、まあできれば100戦100勝が良かったとは思ってるんですけど、まあ、そのうちの5戦も、本当に自分の甘さで負けたレースだったので、やっぱり見つめ直していきたいと思います相当ご自身に厳しいですね本当にあの泣くか笑うかしか自分はないので。はい 今年は1枠に入りました。どんなレース、思い描いてますかまあ去年もこの番号、あのまあ、一番車ということで戦ったんですけど、まあ今年は2年目ということで、その場にも慣れてますし、やっぱり今年こそは優勝っていうのがあるので、自分でレース動かして、ししっかり優勝したいいと思います。それではオッズパークで車検を買っているファンの皆さんに向けて、メッセージをお願いします。 はい、い、えー、いつも応援ありがとうございます、えー。今年こそはしっかり優勝して自分でレースを作ってスピードあるレースをお見せしたいと思いますので応援よろしくお願いします。